タヌキモ族の分布、タヌキモ族は、シソ木、タヌキモ科に分類される植物の一族。約226種とされるが、分類方法によっては215種などとされることも、ある。南極を除く、世界中の故障や湿地に生育している。大行の花をつける種もおり、花の干渉目的で栽培されることも多い。またタヌキモ科はべて食中植物であり、 その方面の愛好家も多い。干渉目的で栽培される際には、日本語には属全体をカバーし得る総称がないため、学名のウトリクラリアで呼ばれることもある。タヌキモ属は、水生植物と地生植物を中心に構成されており、南極を除く、世界中の淡水故障や湿地に分布している。模式種はタヌキモ。食中植物の種数は、 皮脂植物全体の1%未満とされており、そのおよそ半分が、タヌキモ族の種とされている。陸生種の多くは、地中の原生動物や林系動物を捕獲するため、小型の捕虫能を持つ傾向にある。一方、水槽として生育する種は、より大型の捕虫能を持つため、ミジンコやセンチュウ、カノ幼虫、発生初期のオタマジャクシなどを捕獲することができる。 しかし、最大の補柱能を持つとされるのは、パイナップル化植物の溶液や木の洞に溜まった水を、魚罵とする南アメリカの着生種有ハンボルト部と、オーストラリア北部の陸生種有アアナマイカである。最大の葉を持つのは、南アメリカの陸生種有ローンゴフォリアで、長さ1メートル長に達する。一部の種は、着生植物や岩を植物として生育している。 日本に生息する種は、湿地に生息する耳かき草類と水性のたぬきも類に大別される。捕虜系や養生系などにつく、補充脳は入り口に内開きの扉があり、普段は閉じられている。補充脳内部は絶えず、水が排出され、外部環境より水圧が小さい状態が保たれている。一旦獲物が扉から伸びた毛に触れて動かすと、 機械的な刺激が伝達され、入り口との間にわずかに空撃ができる。即座に水が獲物もろとも流れ込み扉は大きく開く。水圧の差がなくなると、扉は再び閉じ、排水と消化吸収が行われる。タヌキモ族は非常に特殊化した植物で、根や葉、茎などの栄養器官は構造上は他の皮脂植物のように区別できず、 全種が備える器官は花、花形、補充能しかない。例えば、南北アメリカ大陸に分布する小型の水生種、ユーオリバケアは、根と葉を描き、分岐を重ねながら、水面下に広がる茎と、補充能が光合成を担う。同種は、花形の発達も、悪く、茎に直に加工をつけたように見える場合がある。オーストラリア産の地生種ユーマルティファイダは茎がなく、 地上に、根生葉の束、地下に、根と、補充脳を形成する。補充脳は、あらゆる植物の中で、最も洗練された構造の一つであると、考えられている。原サイは、カール・フォン・リンネの、植物の種においてなされた。俗名のユートリー・キュラリアは、ラテン語のユートリー・クルスに由来しており、狸も俗に袋状の補充脳があることにちなんでいる。 和名の、タヌキモ、は、水星の種の形容を、タヌキの尾に見立てて名付けられた。また湿気性の種に付けられる、耳かき草の名は、果実を包む額が、耳かきの先端部分のような形になり、家系を含めた、相対全体が、耳かきのように見えることから付けられた。ユーブルガリスの補服系、分子したシュート、補充の浮き袋によって、家系を水上に立てる。 ユーストラリス。植物体の中央と右上にある白い糸状の組織は浮遊する種の多くに見られ、呼吸枝、または呼吸根と呼ばれる。植物体の大部分は地下系や捕腹系の形で地下、または水中を水平に伸長しつつ、よく分子する。地生種は光合成のため地面に葉を広げるが、狸も属の植物体で立ち上がるのは、 基本的に家系のみである。水生種は二通りの形態がある。一つは、水面直下を浮遊するタイプである。もう一つは、水深のごく浅いところで補匐系を展開しながら、水底の泥中に、補充能はあるものの揚力素を持たず、葉はつかない、地下形を伸ばすタイプである。どちらも、根や、それに変わる期間を持たない。 茎からは種によって様々な形態の葉を展開する。例えば耳かき草類ではヘラ状の葉をつけるが、タヌキモ類では糸状のレッペンをつける。また、一部の種は仙類や常に水の流れる岩上に着生植物として生活している。ヒメタヌキモは、捕腹系と地下系が基本的な形態であるが、浮遊する系統や、 生育環境が地生と着生の二通り、形態も地下気ありとなしの二通りが確認されている、変種、チビヒメタムキモがある。水生種の大型で目立つ、補虫脳は、獲物を捕獲していることが発見される前は、浮袋の役割を担っていると考えられていた。実際に浮袋を持つ種類もあり、家計の基部で放射状に配置されている。種によっては、分子の先端に、 食目と呼ばれる、腰等ガを形成して、無償的に繁殖する。食目は、列片が折り重なった球状の形態を取る。植物体が死した後に水底に沈んで、次の春に発芽する。また、フクレタヌ抜きのように、海景を形成して繁殖する種もいる。姫耳かき草の花植物体のうち、明らかに、地上部に突き出すのは、基本的には、果軸だけである。 果軸の先には、種によって 2mm-10cm まで、様々な大きさの花をつける。花は、上下に2つの非対称な神経の花びらを持ち、通常下側の花びらが上側より、大型となる。花の色も種によって様々であり、のたぬきもや犬たぬきものように、黄色い花を持つものや、紫耳かき草のような紫色の花、 ユークエルチーのような赤色の花、アルピナのような白い花などが知られる。花の構造は、どうかの他の二族と類似するが、学編の数が違う。またアルピナのように、ランカに類似した花をつける種もある。一部の種は、ある時期に閉鎖下を形成して、自動自家受粉を行う。しかしまた別の時期には開放下を形成するということも、ある。また、 同時に開放下と閉鎖下を両方形成する植物もあり、例えばふさたぬきもでは、水上に展開した開放下の他に、自家受粉によって、種子生産を行う閉鎖下を水中に形成する。種子は、非常に小さく、大部分の種では、長さ0.2から1.0ミ、mm、リメートル程度である。たぬきも属は、自家受粉による、種子生産が中心であると考えられており、 実際に、水性のタヌキモ類では、開花率、結実率が非常に低く、花粉の不燃性が高いとされる。ユートリキュラリア SP、ユーブルガリスの植芽タヌキモ族の種は、淡水域であれば、あらゆる環境で生育できるが、南極や一部の太平洋の島などには自生していない。また、最も種数が多い地域は、南アメリカついでオーストラリアである。 多くの食虫植物と同様、タヌキモ族はミネラル分の養存量が少ない湿った土壌や腐食質の土壌で生育する。水溶性のミネラルが流水によって失われるような非常に湿潤な土壌では食虫の能力が明白な利点となってタヌキモ族がサラセニアやモーセンゴケといった他の食虫植物と一緒に生育していることもある。 タヌキも属の種のおよそ80%は陸生で、湿性の土壌や淡水土壌では、小型の補虫の葉を常に水分に触れさせることができる。これらの種は、地下水面が地表面と非常に近いような湿地でも、生育が確認される。陸生の種は、世界中に分布するが、ほとんどは熱帯に生息している。残りの約20%の種の三分の二ほどは、 水生植物であり、残りは着生植物、岩尾植物である。水生の種のほとんどは、池や流れが穏やかで底土が泥質である水域で、水面を自由に漂っており、開花の時のみ水上に花を突き出す。例えば、ユーブルガリスは、ユーラシア大陸の池や水路に分布する水生種であり、分子して1メートル以上に伸長する、捕虜系は、 水中で、イカダの役割を果たす。また、岩を植物として生育する種は、流れの速い水域や滝などにも適応している。水性の種は、通常酸性の水中で見られるが、アルカリ性の水域でも、非常に良好な生育を示す。しかしアルカリ性の水域では、より多くの植物が生育しており、競争が激しいために、 タヌキも族が生育できないものと見られる。南アメリカの一部の種は着生植物で熱帯雨林の湿った苔や樹皮の上、時にはチランジアなどの溶液に溜まった水中で生育している。u にランバイフォーリアなどロゼットを形成する着生性の種は、総うで枝を伸ばして、 近くに生育しているパイナップル科の種などを探し出し、その植物の上を新たな生育地とする。タヌキも族の種は、厳しい気候条件下においても、その植物体の構造や、接触行動によって、非常に高度に適応して生き残ることができる。温帯の多年生植物は、陶器には相対を固始させて新たに再生させる、必要があり、陶器がなければ相対が、 弱体化する一方、熱帯や団体の種は、休眠する期間が必要ない。イギリスやシベリアなど、気温の低い地域では、タヌキも族の各種は、茎の先端に、植芽を形成する。周期を過ぎると、相対の成長が鈍化し、植物体そのものは越し、または凍結してしまうが、植芽は、茎から分離して水底に沈み、 氷の下で越冬できる。そして春に発芽して、再び水面で成長する。オーストラリアに生育する種の多くはウキにのみ成長し、10ミリメートル程度の大きさの海景を生産して、寒気を過ごしている。その他の種は一年草で、種子によって越冬する。ユーブルガリスの補充能のタヌキモの補充能、ユーハミルトニーの補充能補充能の断面図。 アンテナ状の構造と模様状の構造を示すたぬきも、属に見られる吸引型の補充脳は、様々な植物で見られる。捕獲用トラップの中でも、最も洗練されたものであるとされる。補充脳は、捕服形やシュート、海形、養状形につき、通常空豆に似た形態をしている。ただし種によっては多様な形態をとる。補充脳の外壁は2層の細胞からなり、 透明である。しかし、動物プランクトンなどの獲物を捕らえた、補充脳は黒色になる。脳壁は、補充脳内部が、減圧状態になっても、体型を維持するのに、十分な合成を持つ。補充脳の入り口には円形、または、楕円形の絶上の扉があり、その上部は、補充脳本体と、蝶蓄の役割を果たす柔軟な細胞によって、つながっている。 入り口下部の扉と接触している部分は厚くなっている。接触部の中央に沿って柔らかい組織が伸びており、閉鎖時には空撃を塞ぐ。扉の下場のやや上にも柔軟な細胞が横一線に、端から端まで並んだ部分があり、扉がここで曲がることによって空撃をなくす役に立っている。また、補充脳の外側の細胞から、 糖類を含む粘液を分泌し、入り口の密着や糖による獲物の誘引などの役割を果たしていると考えられている。地性種は一般に小型の補充脳を持つ。入り口には曲がったくちばし状の構造があり、獲物を誘導する働きとゴミなどの不要な物質が補充脳に入らないように防いでいるものと考えられている。 水生種の補充能はより大型化し、くちばし状の構造は持たないが、分子するアンテナ状の構造を持つ。そのアンテナ状構造には、獲物を補充能の入り口に誘導する役割や、ゴミなどによって、入り口を閉じる、反応の引き金が引かれないように防ぐ役割がある。着生種が持つ、補充能は、水生の種のものよりは小型であり、分子しないアンテナ状構造が入り口に被さる。 水性種のものと同様の役割を果たしているが、さらに猛灌現象によって、入り口との間に水を貯める機能があり、補充を助けているものと思われる。また、ユーハミルトニーなど、大小2つのタイプの補充能を持つ種もある。水性の種の補充能。長いアンテナ状の構造によって、ジンコなどを補充能の入り口へ誘導する。補充能の仕組み。 水圧の差によって凹んでいた補充脳の入り口が突然開くことにより外液を取り込んで急激に膨らむ。その時入り口の近くにいたミジンコなどが補充脳内に吸い込まれる。タヌキも族の補充脳が作動する仕組みは単純で、ハエトリグサやムジナモ、モウセンゴケなどの他の食中植物とは違い、植物に獲物が触れた刺激を感知する機構があるわけではない。 メカニズムとしては、絶えず濃度を輸送によって、補充脳外へ水を排出するという機構が、働いているだけである。補充脳の扉にある網状の構造は、感覚網などと言及されることもあるが、生え取り草や無地なもに見られる構造のように刺激を感知して、反応を起こす機関としての役割はない。補充脳の内容液は、外液との浸透圧に差はないと考えられており、 補充の際に脳内に吸水した液体については外液と内液の浸透圧の差によって排出されているのではなく脳壁細胞を通じて液体を移動し脳外に排出すると考えられている水が排出されると補充脳は内向きにたわみ内部が減圧状態になるたわんだ脳壁はバネのようにエネルギーを蓄積するそして最終的に 補充脳の内液と脳壁の細胞との浸透圧の差によって排水が停止し補充脳がセットされた状態になる補充脳の扉は入り口の下部にある柔軟な部分によって抑えられる網状の構造は感覚器官ではないが何かに触れられた際の振動などでぴったりと閉じられていた扉に隙間を生じさせそこから水が流入するため実質的には 平行を破る、引き金の役割を果たすことになる。水が流入し、入り口が開くと、網状構造に触れた動物プランクトンなどが、水と共に吸引される。補充脳の両側の緊張は即座に緩み、楕円型になる。補充脳内が水で満たされると、入り口はすぐに閉じられる。この一連の過程が完了するまでの時間は、1000分の10秒から1000分の15秒で、ある。 獲物が補充脳内にいても内部の水は排出され続け、次の捕獲準備までにはわずか15から30分しかかからない。普通補充脳に捕らえられる生物は水性の甲殻類、ダニ、線形動物、輪形動物、原生動物などとされている。取り込まれた獲物は通常数時間以内に消化酵素によって溶かされる。例えばゾウリムシは、 補充脳に取り込まれて75分ほどで消化される。消化酵素には、プロテアーゼ、酸性フォスファターゼ、エステラーゼなどが含まれている。しかし一部の原生動物は、高い消化体制を持ち、数日間補充脳内で生存することもある。また、補充脳内には、内液に存在する、栄養分を利用するバクテリア、放線菌、藻類などが多く生息しており、 微生物群衆を形成している。その微生物群衆の構成比は、補充脳が形成されてから経過した時間によって変化している。このことから、タヌキも属植物と、補充脳内の微生物群衆が一種の共生関係にある可能性が示唆されている。ひめきも。左側に垂れ下がっているのが地下系。大きもふさきも紫耳かき草狸も属は、 タヌキもカヌも色族であり、他に、ムシトリースミレ族、ゲンリセア族が属する。食虫植物の中では、最大の種数を持つ。かつては十数族が存在したこともあったが、統合されて、上記の他、ポリポンプホリックス族とバイオバラリア族の、計五族とされた時期が長かった。ポリポンプホリックストゥネーラ、ポリポンプホリックスマルティファイバ、バイオバラリアオリバケア、 バイオバラリやシンバンサなどの種が記載されていたが、現在ではすべてタヌキも族に含められている。タヌキも族には多い時で、約800種が記載されていたが、属数同様統合され、ピーター・テイラーによって214種に減らされた。テイラーの分類は、分子系統学的な研究によって修正がなされ、現在でも用いられている。種数は、分類方法によって若干異なる。 日本の代表的な植物図鑑の一つ、原色日本植物図鑑には、下記の主な種のうち11種の記載があるが、5種の学名が違っている。または妙にも混乱が見られ、例えばタヌキモの学名は、ユーブルガリスバリエーション、ジャポニカ、犬タヌキモの学名は、ユーオーストラリスとされているが、タヌキモをユーオーストラリスとして扱っている例や、 タヌキモを犬タヌキモの一品種とする考え、二種を区別しない考え、タヌキモ犬タヌキモと、オオタヌキモの自然交雑種とする考えなどがあり、名称についての意見が一致していない。他ユージャポニカという学名が使われることもある。また、糸タヌキモについても、ユー、ギベと、ユーエクソラタをそれぞれオーバナイトタヌキモ、糸タヌキモと区別することもあるが、ユーエクソラタを、 いう、ギベのシノニムとすることもある。以下に、主な種と、主な分布域を挙げる。なお、ここで挙げた、タヌキモ類の各種は、ユートリキュラリアア族、耳かき草類の各種は、バイバルバリアア族に分類される。下の分岐図は、ア族と不死の関係を示したものである。この図は、 ジョブソンエトールとミューラーエトールに基づいて描かれ、さらにミューラーエトールによる知見を加えて作成された。アロネラ説とバシキュリナ説は多系統群で、図中ではで示した。いくつかの人絵型の節については、これらの研究結果に含まれていないため、この分岐図における位置は不明である。上手に含まれていない節は次の通り。タヌキモ族の種の中には、 環境の悪化などによって個体数を減らしている種もある。2012年現在、IUCN のレッドリストでは18種が保全状況を評価されており、うち1種が絶滅危惧種、2種が気球種、2種が純絶滅危惧種とされている。また、例えば日本のレッドデータブックでは8種、オーストラリアのノーザンテリトリーでは10種が絶滅の危険性がある種とされている。 日本固有種のふさたぬきもなどは人間活動の影響が大きい平地の水域に生育するため水質悪化や埋め立てなどの影響を強く受け消滅寸前の種となっている。またその希少性から自生地の個体が洞窟されることもある。また、ひめたぬきもの生育を脅かす要因として示唆されているような外来種の存在や気候変動による 絶滅の危険性も考えられる。また湿地は、干拓や埋め立ての対象となりやすく、最も危機に瀕している自然環境の一つである。そのため、耳かき草類など湿地性の狸も属が個体群を減らすことが懸念されており、日本の埼玉県などでは、自生地を天然記念物に指定して増殖事業を行っている。また、愛知県では、 耳かき草類などが自生する一丁電湿地や、足毛出現を環境保全地域に指定し、保護に取り組んでいる。ウサギゴケタヌキも族の各種は、干渉用にアクアリウムなどで栽培される。近年はウォーターローンの総称の下数種の耳かき草、類が愛用されている。食虫植物の愛好家の間では、フサタヌキもなど希少な種は、高い値段で売買されることもあるという。 他にもうさぎゴケなどは小型種ながらうさぎの顔のような花の形とネーミングが一致して広く人気を集めている。アルピナなどの着生種で花の大きなものはヨーランと同様に扱えることもあり古くからそれに準じる扱いがされた。タヌキモ族は栽培の容易な種が多い。タヌキモ類では コタ抜きもなど浅い水域を好む一部の種を除いて、水槽で容易に育成できる種が多い。水槽での育成には、炭酸ガスの添加が有効である。ただし、ウペルプレアのように、長期間の輸送によって相対がちぎれやすく、育成の難しい種もいる。ありがとうございます。